右に見えているのはムサ・ドゥアフナンワーの地植え苗です。で、左側に見えているのはもともとはサンルーフの中で地植えしていたムサ・リトル・プリンスで、それをポッと口径30センチメートル程度のロングポット、ロングルートラップポットですね。こちらで特注したものなんですが、それに植え込んで、このドゥアフナンワーの隣、そうですね、株間でいうと1メートルほどですのところに、このようにルートラップポットに植え込んで、あとは出来を待つというふうに仕掛けたんですが、これはかなり矮小葉になるだろうと思われる針葉としての巻き葉ですね。この調子でいくと理想的な出来時期である7月中旬までにはいけるんじゃないかと思うんです。周りにちょっと夏涼みのキュウリ苗を何株か路地植えして、地植えして、このムサ・リトル・プリンスに支柱を寄りかけていますので、出来する頃にはキュウリがだいぶまとわりつくかもしれませんね。まあバナナにとっては大した影響はないと思うんですがね。それでこういうムサ・ドゥアフナンはですね、地植えですとあのように大きくなりますから、そうですね、このムサ・リトル・プリンスぐらいの草丈でカットバックなしで、家計カットバックなしで地植えでも、それから有機栽培でもうまいこといいタイミングで出来してくれるような栽培法を確実化できるならいいんですがね。まあ、バナナは接ぎ木とかできませんので、ゲノム編集で新たな品種作成をする熟練の研究実践家が出てくればいいなとは思うんですがね。まあ例えばブルーベリーなんかですとね、もともとは和歌山県ではまあ暖かいですから、ラビッツアイ系のブルーベリーを栽培するのが当たり前だったんですね。これは前にムービーを何本も
アップロードした大株になったものを掘り上げて、根株をいくつかに切り分けて、地植えしたり、ポット植えしたりしたものですね。まあこれは、また収穫できるのは、来年以降、来年からになると思います。本年は活着させることができればいいと思っていましたので。それで、ブルーベリーとしては、もうちょっと冷涼な土地柄で栽培が盛んなハイブッシュ系のブルーベリーですね。それが大実で、大きな実で甘くてと人気があると思うんですね。でも、このラビットアイ系のブルーベリーを台木にして、そこにハイブッシュ系のブルーベリーを接ぎ木する。特に人気があるのはチャンドラーという品種のようですが、そうして団地でも台木が団地でもよく育つラビットアイ系の台木、それから接ぎ木としては例えばチャンドラーを用いるというふうにすると、和歌山県のようなかなり暖かいところでもですね、まあこれは購入した苗なんですが、ラビットアイ系の台木にチャンドラーを接ぎ木したもの、鉢植えであれ地植えであれ、このようなものを作れば、大実で、まあこのように大きな実で美味しいブルーベリーを食べることができるというふうにできますから、台木と接ぎ木の関係ですね。それでまあ私はヨガの修行を本務としていますが、台木をですね、素質、あるいはサンスクリットではサンスカーラという用語がありますが、素質として接ぎ木する方をですね、その後の自己教育と考えれば、親二人から受け継いだ三分の一ずつ、計三分の二、プラス自分の輪廻転生のサンスカーラ、素質を そのまま生きていくということではなく、接ぎ木として自己教育のベースとなるものをどう選び取るかというふうに私の場合には考えるわけなんです。例えば私は父と母から受けた
影響というのは一般の人たちよりも非常に少ないだろうと思うんです。というのは我が家は6人兄弟だったんですが、大体が父も母も子供にそんなにそんなに切開お切開をしないで、まあ放任栽培にあたる放任非教育みたいな家庭だったんですよ。特に私が6人兄弟の中では一番父母からの教育的刷り込みが少なかったんですね。そして私自身もまたあまり人からどうこうしろと言われるのが好きではなかったものですから、好き勝手に遊んで、宿題はいやいややっていた方ですから。しかし学校の勉強よりもですね、中学生の頃から自分で好きな本を選んで読むという、まあ、学校教育よりも自分の趣味に生きるという道を選んできたものですから、まあ影響を受けたものとしては下村個人の次郎物語が最初だったかもしれません。そしてその後高校生以降は大学生にかけてヘルマン・ヘッセの本を、当時有名だった高橋賢治さんの翻訳で出ているものはほとんど読破したんですね。で、下村個人ヘルマン・ヘッセがいずれ私にとってヨーガ修行に結びついて、ヨーガスータラという瞑想あるいは三昧経典の行き着く果てがラマナ・マハルシで、ラマナ・マハルシと出会ってからはひたすらラマナ・マハルシの教えに従って、ベースとしては天然農法家の藤井弘先生の作って食べるのが人間という現象世界での生き方のベースを選び取って、そのようにして自分の第二の上に最終的にはラマナ・マハルシの教えを自分で接ぎ木したわけです。で、私はだいぶ前になりますが、大阪を中心とした関西でヨーガインストラクターたちのための講習会を長らくやってきたんですね。そこには NHK のヨーガ教室に出演して、テキストの販売数が記録的なヒットとなった佐保田つるじ先生のお弟子さんたちでヨーガを教えている人たちがかなりの数
参加してくれたんですが、まあその他の団体からも来られましたが、まあ私にとって相性が比較的良かったのは佐保田鶴一先生のグループのヨガインストラクターたちだったんですね。で、佐保田鶴一先生はヨガスートラの大変立派な日本語訳と解説も出しておられまして、ヨーガの本命行は瞑想であると言ってくれたんですが、生来病弱だった先生は年を取るにつれてだんだん健康志向に戻っていってしまって、つまり彼自身の健康志向という第二の方に戻っていって、元の木阿弥みたいになってしまって、瞑想なんか怖いことはおよしなさい、体操をしっかりやりなさいというような発言をしてしまったものですから、私の瞑想中心のヨガ講習会に来ていた佐保田先生のグループのインストラクターたちも、佐保田先生の瞑想なんか怖いことはやめて、まあしっかりと健康問題としての体操をやりなさいという第二に飛びついてしまって、元の木阿弥になってしまって、まあ私はそういう方たちと教授関係はやめたんですね。冗談じゃないと思いました。年をとって健康志向に戻ったり、安易にヨガは体操法あるいは体操プラス呼吸法ぐらいの低劣な継ぎ木をして元の木阿弥になるような方たちとお付き合いをすることは避けたかったんですね。それでブルーベリーのラビットアイ系の第二に、実が大きくて美味しくなる例えばチャンドラーの継ぎ木をするというようなことを自分でもやってみて、第二としての素質と自己教育としての継ぎ木、第二と継ぎ木の問題を栽培でも、それからノーアルヨーガ生活のヨーガの方でも元の木阿弥になってはいけないんだということを切に思っているんですね。例えば私の場合には家内が何種類か植えたラビットアイ系のブルーベリーを家内が放任しているので、私の方で栽培を受け継いで、そこにこれは和歌山県の井戸園芸さんが販売している
ブルーベリーの第二にチャンドラーを接ぎ木した2年生の苗木ですね。ここから枝をカットして我が家にたくさんあったブルーラビットアイ系のブルーベリーを第二に利用してこのピンクの印をつけた枝を接ぎ木してあるんですね。まあ、今年はダメですが、来年、再来年ぐらいから収穫できればいいなと思ってるんですが、そのようにしてできれば大粒の美味しい接ぎ木苗からの収穫を楽しみたいと思っているんですね。それを両親から精子と卵子を拝借してこの世に再誕した自分の第二はそのままでも自己接ぎ木をどうするかという問題に置き換えて、最初はあまりはっきりとした意識もなくですね、下村個人、ヘルマン・ヘッセ、そしていずれヨーガの修行、そしてヨーガスートラ、その完璧な体現者であるラマナ・マハルシの教えに出会って、現象世界での生活の基盤としては天然農法家の藤井平先生の作って食べるのが人間という教えをベースにして、ずっと30代半ばからノーアルヨーガ生活をやっているわけです。第二と継ぎ木、そして素質と自己教育としての精神的霊的継ぎ木をどうするかという問題についてちょっとお話ししてみました。まあ私のたわけた夢かもしれませんが、万能継ぎ木苗というようなものがあって、一つの代議にどんな花木でも樹木でも継ぎ木できて、そうして例えば柑橘類の継ぎ木をしたところにからいろいろな柑橘をさらに継ぎ木を続けていく、あるいはリンゴの継ぎ木をした枝からいろいろな種類のリンゴを接ぎ木していく、とにかくどんなものでも接ぎ木できるような万能接ぎ木第二としての土台をいずれいつの時か科学者たちがですね、そういうものを開発してくれたなら、人間が一人生まれたなら栽培する場所と小さな
住まい小屋でも構いませんと、万能継ぎ木苗を一本国民として申請する。それをどうするかは個々人の問題ですね。そうして生きるための最低の必要物資、作って食べるのが人間の最小限の必要物資を誕生あるいは祭壇のお祝いとして、まあご祝儀みたいに無料で与えて、国籍とともに生きるための保障をしてあげる、そういうような万能継ぎ木用の万能台儀というものをいつの日か科学者たちのどなたかが開発してくれたらいいなと、まあたわけた夢かもしれませんが、そんな夢を思い描いています。